ネウストラシムイ級フリゲート、ネウストラシムイ級フリゲート11540型艦、ヤストレブ型警備艦は、ロシア海軍のフリゲート、対戦任務を重視してはいるが、その他の任務にも対応できる、汎用艦である。本級は、ロシア海軍においては、プロジェクト11540、ヤストレブ型、西側式、一番艦から、9名を決める方式では、 ネウストラシムイ、e、級と呼ばれ、艦種類別は、西側では、フリゲートと種別する。ただし、ロシアのメディアにおいては、本級を指して、フリゲート型警備艦という表現が用いられることも、言う。本級は、旧ソ連海軍時代の1970年代、初頭から建造が進められてきた、大戦任務艦の系譜に属しており、1970年代に、 大量建造された1135型警備艦の後継という位置づけにいるが、設計面ではむしろ先行するより大型の1155型大型対戦艦、うだろい級駆逐艦の縮小版というべきものとなっている。ちなみに、1155号計画は当初、1135型をベースとして、本級と同サイズで計画され、求められる任務の増加などに伴って、 大型化していった経緯があり、本級の設計はこれを先祖返りさせたものとも言うことができる。本級は、その名称からもわかる通り、第一義的には対戦艦であることから、極めて強力な対戦兵装を備えているほか、防空システムも、股間防空用としては、最上級の装備を備えている。専用の対水上打撃力を備えていないことが、弱点として指摘されるが、 長射程の対戦ミサイルが対水上攻撃能力を有することから最低限の対水上打撃力は有するといえ、また SSN-25 対艦ミサイルを後日装備する余地が確保されている。このように優秀な設計であるが整備計画中にソ連邦が崩壊したことから当初計画の大量配備は実現せず一番艦が1993年に 収益したのみで、2、3番艦は建造が中断され、4番艦以降の建造は白紙撤回された。しかし、1番艦の運用実績が極めて有料であることから、ロシア海軍は2番艦の建造を再開し、2009年に収益させた。本級は、原型艦である1155型大型大戦艦、うだろい級駆逐艦。 また前任者である多百135型警備艦と同様の挑戦主労戦型を採用している。その後端はヘリコプター艦艦に続いており、また、完備にはやはり伝統的な可変深度ソナー、VDS の設備が設けられている。ただし、上部構造物を含めかなりの部分にステルス性を考慮した設計が導入されている。本級は機関構成として、 コガーグ形式を採用しており、巡航用に M70 ガスタービン2機で2万馬力、ブースト時には M90 ガスタービン2機でさらに3万7千馬力を発揮する。本級は対戦センサーとして MGK-345 ブローオンザ統合ソナーシステムを装備しており、オックス用区間種装備ソナーとオックステール可変深度ソナーを備えるが、これは より大型の1155.1型、ウダロイ e 級の搭載システムと同じものである。本級を含め、ソ連、ロシア海軍の小型対戦艦の最大の特徴は、その重厚な対戦火力にある。本級は、短距離の対戦火力として 533mm 対戦魚雷、中距離の対戦火力として部マイナス6000、長距離の対戦火力として、 r p k 6ボドッパーと対戦ミサイルを有し、さらに RPK-6 の射程外での対戦戦闘用に、か -27 対戦懲戒ヘリコプター1機を搭載している。すなわち、酔いにも及ぶ対戦カモを構築していることになり、西側海軍の同級艦に類軍を見ない強力な対戦戦闘能力を備えているということができる。西側諸国においては、 中距離縁での対戦戦闘には、関西ヘリコプターを使用することが一般的であるが、ロシア海軍が主たる作戦海域とする北極海においては、ヘリコプターの運用が困難な気象、解消状況が稀でないため、このように、時間装備の対戦火力を充実させたと言われている。本級の特徴の一つが、RPK-6 ボドパート対戦ミサイルの搭載である。 これは、弾頭として 400mm 対戦魚雷を搭載、射程は 50km で、先行する大型、小型対戦艦で使用されてきた、RK-3、4、5と同等の性能を確保しつつ、533mm 魚雷発射艦からの運用を可能にしたものである。533mm 魚雷発射管は、西側の MK32 単魚雷発射管と同様に、ソ連、 ロシア海軍が標準的に水上戦闘艦に搭載する短距離対戦攻撃兵装であり、これによって対戦ミサイルの専用発射機を搭載する必要がなくなり装備の合理化に成功した。RPK-6 対戦ミサイルは 533mm 魚雷と合わせて12発まで搭載可能である。なお、本級の搭載する5 3 3トル魚雷発射艦は 固定式6門、アメリカ海軍のノックス級フリゲートにおける MK32 モット級単魚雷発射艦と同様の容量で観光部ヘリコプター格納庫の両側に3門ずつ装備されているが当初西側観測筋はこれを対艦ミサイル発射等と補認していた。また、部マイナス6000対戦ロケットは西側ではすでにほぼ見られなくなった。 ボホース 375mm 対戦ロケットと同様のコンセプトに基づく装備であるが、はるかに長射程であり、また、弾頭として無誘導の爆雷を使用することから、特に戦海域での戦闘に有用であり、対魚雷防御にも使用可能とされている。96発の RGB-60 対戦ロケットが搭載される。本級の最大の弱点として指摘されるのが、 専用の対水上攻撃兵器の欠如である。ただし、射程 50km の RPK-6 対戦ミサイルは、副次的に対水上攻撃も可能となっており、最低限の対水上打撃力は、有すると言える。また、2番艦、ヤロスラフムード類は、KH-35 ウラン対艦ミサイルの4、連装発射塔を2機搭載した状態で収益し、 一番艦にも、同ミサイルが後日装備されると見られている。ウランは、西側のハープーンに対比される対艦ミサイルで、従来のソ連、ロシア製対艦ミサイルと比べると威力においてやや、劣るが、西側の同様機種とほぼ同等の能力を有しており、ウラン搭載により、本級は、最大の弱点を解消したと言える。なお、本級は、m r 五十二ポジティブ E、 クロスドーム低空警戒、対水上レーダーを有する。これは S バンドで動作し、本来は対水上警戒と対艦ミサイルの射撃式に使用されるものだが、低空警戒にも用いられ、アメリカのアン、SPQ-9 に似た性格のレーダーである。本級はソ連、ロシア海軍の水上戦闘艦の伝統に則り、相応に強力な対空戦闘能力を備えており、 3K95 キンジャール、SAN-9 個艦防空ミサイル100、mm 単、100mm、炭装砲、QM311K、SAN-11 近接防空ミサイル、30mm 機関砲とよえにも、及ぶ、防空カモを構築している。その対空戦闘システムは、基本的に、原型となった、ウダロイ級駆逐艦のそれをやや簡素化したもとなっており、いずれも、 互換防空を目的とした短射程の兵器であるが、極めて高いレベルにある。なお、本級は全面的にコンピューター化された統合戦闘システムを構築することで、全般的に対空対処能力を向上させていると伝えられているが、その戦術情報処理装置の形式名は不明である。センサーとしては、MR-750 フレガート MA。 トッププレート3次元レーダーを有する。フレガート MA は S バンドで動作し、最大探知距離は、対空で 300km、対水上で 30km、C スキマーの探知も可能である。股間防空ミサイルとしては、やはりウダロイ級と同様に、3K95 近ジャール、SAN-9 ガントレットを搭載する。これは、 前任者であるクリバク級が搭載する 4K33 オサー M、SAN-4 月コと同程度の規模、射程、12km 程度であるが、垂直発射化され、また新型の MR-360 ポドカット、クロスソード射撃式装置の採用もあり、速応性や同時光線能力は飛躍的に向上している。本級は8連装回転式の垂直発射装置を4 搭載しているが、これは、原型艦たる、ウダロイ級駆逐艦の半数である。また、本級の最大の特徴の一つが、砲・ミサイル複合型 CIWS の搭載である。原型となった、ウダロイ級は、ガトリング式の a k 6 3 0メー m m 機関砲4機を、搭載していたのに対し、本級は、コール地区、キャズウェン1を2機備えている。これは、 GSH-6 から30リットル30ミリメートル、ガトリング式機関砲2門と QM311K、SAN-11 グリソンキン、距離対空ミサイル4連装発射機2機を組み合わせたもの、世界初にして2016年現在唯一の方、ミサイル複合型 CIWS である。本級は、手法として、AK-100 型100ミリメートル単装砲を1機、備えている。 これは原型たる、ウダロイ級、また前任者たるクリバク級でも採用されている、即射砲で、その射撃式は、MR-184DF、カイトスクリーチ射撃式装置によって行われる。本級の原型となった、ウダロイ級駆逐艦は2機の対戦障害ヘリコプターを搭載するが、これは、同級の計画時には、 対戦昇海ヘリコプターとして、カマイナス25が運用されていたために要求された、仕様であると割れている。カマイナス25は、西側のハンター・アキラー戦術と同様に、2機ペアでの、運用が必要であり、従って、対戦艦として設計された同級は2機を搭載する、必要があった。その後、ウダロイ級の収益が始まった1980年。 単独での作戦行動が可能なカマイナス27が実用化された。これによって水上戦闘艦は1機のみの艦載機で母艦から独立しての航空対戦作戦を展開できるようになった。このことから本級は対戦艦として設計されたにもかかわらず搭載数をカマイナス27対戦紹介ヘリコプター1機とすることができた。本級は当初 クリバク級1135型を更新して79から100隻の大量建造が検討されていた。しかし一番艦の収益以前の1991年12月にソビエト連邦が崩壊したことで先行きは不透明となった。ソ連邦解体後1993年にロシア海軍が発表した艦艇整備10カ年計画では 本級は一個両段分7隻が建造されることになっており、また、同時期、同海軍総司令官、フェリックス・グロモフは、ソブレメンヌ E 級とネウストラシム E 級は、建造を継続すると語っていた。しかし、最終的に寄港されたのは3隻に止まり、収益したのは1番艦のみで、以後の同系艦の建造は停滞した。3番艦は、 工程30%で1998年に建造中止となり、二番艦も建造は続行されたものの、そのペースはかなり遅くなった。ただし、本級で唯一収益状態にある一番艦の運用実績が極めて良好であることから、ロシア海軍は二番艦の取得を諦めきれなかった。近年のロシア経済の工程もあって、同艦は、 新規技術を導入した上で2002年より工事を再開し、2008年10月にはほぼ偽装が完了していることが隠されており、2008年2月から洋上講務を開始し、2009年7月に収益した。また、輸出用の派生型として11,541型、警備艦、コルサール型も開発された。これはほぼ1 1 5 4 5号計画と同様の、 構成であるが、コスト低減のために期間がやや、スペックダウンされているほか、武装にもある程度の自由度が持たされている。しかし2010年現在制約はなく、より小型だが、先進的なゲパルト型フリゲートやステレグシチー、キューコルベットが、市場に提示されていることから、輸出が実現する見込みは小さいものと見られている。 ネウストラシムイは2014年現在、修理及び公開システム、生命維持システム、電子装備などのアップグレードが実施されており、2015年に完了する予定となっている。全館がカリーニングラード市のヤンターリザボードで建造をされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。